はい、東京 YouTube 整体の平野です。まあ、肩こり、動悸、不整脈という話なんですけども、まあ、これもね、またね、お客様の声、手記をいただいた中からちょっとね、読んでさせてもらって解説をしていきたいと思います。51歳ですね。まあ、市外の方です。きっかけは偶然動画サイトを見て、なんだか面白そうだなと思い予約をしました。昔から姿勢が悪く、年とともに体も傾き、肩こり、動悸、不整脈などがあり、なんとかならないかなと思っていました。初日に行って驚いたのは、前屈が全くできなかったのにすんなりできるようになったことです。なんだこれって感じでした。ちょっと触るだけなのに不思議です。不整脈も少なくなり、良い感じに体が変化するように思います。まあ、私はですね、まあ、その動悸だとか、まあ、不整脈に対して何をするわけではありません。そこは、習って、ね、整体をするわけではなく、あくまでやはり全身のバランスですね、足の裏から頭の上、そして、手の指先までを、まあ、バランスよく整える、まあ、それのみを、目指して、まあ、いろんなこのブロックを、ね、しているところだとか外したり、靭帯の問題、靭帯ネジの問題を、ね、こう締めたり、とにかく体の軸を作ること、バランスを、取ること、でそして、体が、きれいに動くようになったら、その人の治癒力が、発揮されて、まあ、いろいろなものが、変わるものは変わる。で、時間をかけて、ね、変わらなければいけない問題もあると思うんですけども、まあ、こうやって、まあ、偶然ね、動画サイトを見て、面白そうだなと思って来ていただいた結果として、こういう出会いとなるとするとですね、やはり、もう本当にしつこくしつこく、この YouTube でね、もう私は本も出してないし、ね、そういったこう皆様にお伝えする、その能力がもう本当にこれぐらいしかないんで、YouTube でね、どんどん上げさせていただいて、その問題提起を、ね、していきたいなっていうふうに、思っています。ね、東京、大阪、そして、地元愛知でやってますので、ぜひね、近い方、興味がある方、まあ、いろいろね、私の、また動画をね、まあ、いろいろいっぱい出してますんで、まあ、それを見ていただいたり、ブログを見てもらったり、ホームページをね、見ていただいて、どうか検討をしてください。まあ、なんだか面白そうだなと思い予約しました。まあ、こんな感覚、いいと思います。ありがとうございます。